皆さんこんにちは、ともり新です。今日はですね、皮膚の老化をこれで抑えれることができるんじゃないかっていう世界的な発見があった最新の知見と、そして最新の化粧品情報を皆さんにお伝えしたいと思いますので、最後までご覧ください。私いつもこの動画でですね言ってるのが、炎症が起こることが老化につながりますよと。日焼けをした時には肌に炎症が起こってます。それによって指令がいて、それによって様々なメラノサイトがメラニン色素を作ってシミができたりとか、真皮とかコラーゲンを切るような細胞が活性化されたりと、まあ、要は炎症があるっていうことが肌の老化の第一歩ですよっていうことをいつもお話ししています。なのでこの肌の炎症が起こった時に起こる様々なシステムをブロックしていくっていうことがとっても大事だということもいつも話していますね。今回ですね、炎症は炎症でも、今までだったら急性の炎症で、まあ、紫外線とか乾燥だったんですが、実はこれが急性ではなくて慢性にじわ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 起こってくる。秋冬でもですね、やっぱり紫外線って微妙に肌には行ってるわけですよ。皮膚の奥の方に行って慢性炎症を起こしていく UVA っていうものが秋冬というのは多くなってくるので、急性炎症じゃなくて慢性炎症を抑えるっていうことがとっても大切だっていうことなんですね。この慢性炎症なんで起こってくるのかなんですが、実は若い人っていうのはこれを防御する機能っていうのは私たちの体にはもともと備わっているので、まあ慢性炎症になりにくいなんですが、やっぱり年を取るにつれて急性炎症を慢性炎症にすることを防御する能力が下がっていくんですよ。なのでこれが老化の原因になってくるっていうことは昔から分かっていたんですが、そこで面白いことが今回分かったんです。若い頃には炎症を鎮静化させるっていうシステムはしっかり働いているんですね。炎症を鎮静化させるシステムということに深く関わっているのが免疫細胞でもあるマクロファージという細胞になります。マクロファージっていうのは100年ぐらい前に発見された免疫細胞の一つなんですけど、免疫の最大の防御っていうのは体に炎症を起こして、まあ、いらないものを取っていくことになるじゃないですか。でもこの免疫が暴走しちゃうと炎症がずっと続いちゃうことになるので、マクロファージがきちんといって免疫をコントロールしているよっていうのがこの慢性炎症を抑えるっていうメカニズムなんですが、実はこのマクロファージにもいろいろいて、M1 マクロファージっていうのと M2 マクロファージがいるっていうことは昔から分かっていました。ただ今回の大発見はですね、この M1 マクロファージと M2 マクロファージのバランスが崩れることによって、実はこの慢性炎症が進んでいくということになるんです。これはですね、2020年になるんですが、日本研究皮膚科学会第45回年次学術大会というところで発表されたものになります。 M1 マクロファージというのはどちらかというと炎症を起こして免疫を発動させるものなんですが、 M2 マクロファージというのが炎症を抑えていくもので、若い頃は M1 と M2 のバランスがしっかり取れているので、変にこう炎症が起こったとしてもちゃんと M2 で抑えてくれるので慢性炎症に至らなかった。年を取ってくるとこの M2 マクロファージがですね、 M1 に変わりやすくなってくる。でもちろんこの炎症を起こすっていうのは体の中の防御反応なのでとても必要なんですが、必要じゃない炎症を抑えて慢性化させないようにするっていうシステムはちょっとバランスが崩れてくるので、この慢性炎症が起こってくること、それによって皮膚のまあ老化が進んでくるということを今回の研究で分かったんです。まずもともと傷がね治るときに M1、M2 のマクロファージのバランスっていうのが重要ということは昔から分かっていたんですが、皮膚の老化にどういうふうに関与しているかっていうのが分かってなかったんですね。なので今回の研究では肌が光に当たるそこの部分の M1、M2 マクロファージのバランスを比べたときにどう違っているのかっていうのを見たところ、やっぱり年齢が上がっている人はこの M2 とM1 のバランスが崩れているということが分かったんです。慢性炎症をさせないためには M1 マクロファージと M2 マクロファージのバランスを整えることがすごく大事で、これが慢性炎症を予防する大きなキーワードなんじゃないかっていうことになるんですよ。マクロファージとか言ってもどうやって抑えていいのか分かんないじゃないですか。この研究をね出したところは実は資生堂さんの研究チームになります。そんな資生堂さんの最新研究の成果がギュッと詰まったのがこちらの製品になります。リバイタルローションセラムです。
ローションなのでスーッとお水のような感じで入っていく化粧水になっています。まあ、使い心地も気持ちいいですよ。本当に日本人好きなテクスチャーだと思います。さっきの研究っていうのは M1 マクロファージと M2 マクロファージのバランスが崩れることによって慢性炎症が起きている、バランスが乱れたら老化が促進されてしまう、この2つを、まあ、見出しているわけなので、このバランスをどういった成分が整えてくれるかっていうのもリサーチして、それで見つけてきたのがダブルフォーカス DG というこのリバイタルのオリジナル成分で、何がメインかっていうと木肌樹脂エキスというものがメインの成分になっています。これがですね M1 マクロファージが抑制して、 M2 マクロファージをどちらかというと多くして、そのバランスを整えてくれるということが分かった成分なんですね。マクロファージを整えることによって若い頃と同じような肌環境になる、急性の炎症を慢性にしないっていうことがお題目として、この化粧水にはしっかりと入っているのかなと思います。抗炎症だけじゃなくて抗酸化もしていて、この抗酸化をしているのが紫5と呼ばれる成分で、例えばラベンダーだったり芍薬だったりとかキイチゴだったりローズマリーだったりシソだったりとか、とりあえず紫の成分がいっぱい入れてあって、まあ、資生堂さんが独自に出してきたシリーズがですね、シソ派エキス、ローズマリー派エキス、ラベンダー花エキス、芍薬、ね、エキス、キイチゴエキスなんですが、このコンプレックスを抗酸化作用がどれぐらい強いかっていうと、配合してないものと比べるとこの紫5を入れた方が酸化力が高まったっていうことになるので、酸化も抑えつつ慢性炎症も抑えつつ、夏に浴びたダメージ、そしてこれからも地味に起こってくる慢性炎症と酸化を抑えて、くすみのないお肌に、そして老化を進ませないようなお肌にしていくっていう最新の研究の成果がギュ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 ッと入った化粧水になっています。この一本に多分相当な時間と、まあ、労力が入っているんだなと思うんで、これを使う時にはそういった研究者さんの思いをかみしめながら使って、慢性炎症が抑えられるような感じがして、もクリアなお肌になっていくような気がしております。要はしっかりとした研究をもとに商品開発された化粧品っていうのは本当に素晴らしいということが、まあ、ざっくり言えば言いたかったということになります。これからも起こるであろう慢性炎症を抑えていくという意味では、年をねこう重ねていく私たちにとってはとてもとても必要なキーワードだと思うので、慢性炎症を沈静化するっていうキーワードは頭に入れておいていただけるといいかなと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。これからもね、こういった化粧品解説してほしいよとか、これってどういうことっていう疑問などありましたら、コメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。